皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナオトです。今日もね、戦いドリームチームやっていきたいと思います。でお知らせが来てます。でこの3周年記念前夜祭キャンペーンっていうのをやってます。で3周年記念前夜祭、毎日無料10連ガチャ、こちらがやってます。でこれもね、どこまで入ってんのかわかんないんですけど、まあ自分、まあそういう、なんていうんですか、絆とかそういうのを含めて考えると、この映っている、レヴィンや、このエスパダス、こちらが欲しいかなって思ってます。レヴィンも結構今の自分のチームに入れると使えそうな感じがするんで、レヴィン、まあ必殺技はね、メインの必殺技は3人、シュナイダー、小春光、レヴィンで3人揃えないとできない必殺シュートなんですけど、でまあ違うシュート入れれば詰めば問題ないと思うんで、エスパダスかレヴィン欲しいかな。で3周年記念前夜祭杯とかカップ、こちらが来てるんで、ここになんかゴッツァとかヒューガとか映ってるんですけど、これはなんかそのランキングでなんか関係あるのかな。であとはこの3周年記念前夜祭カウントダウンログインボーナス、こちらもありますね。あとは3周年記念前夜祭デイリーミッションもあります。でまあまあ一番でかいのはまあね、やっぱこれですよね。やっぱりこの3周年記念前夜祭毎日無料10連ガチャ、こちらが一番やっぱ気になりますね。キャラもどこまで入ってるかっていうのも気になるし、まあこのレヴィン、シェスター、エスパダス、これは間違いなく入ってるってことなんですね。でまあ結局この3人が入ってるってことは、まあ普通に考えてシュナイダー、バイエルシュナイダー、マーガス、あとはなんだろう、ビクトリーのとか、あそこら辺も間違いなく入ってると思うんですけど、まああとは翼とかも入ってるかもしれないですね。あの即の、語るには翼、あれも入ってるかもしれないですね。まあ自分はレヴィン、エスパダスやっぱ欲しいですね。トラムとかも入ってるのはトラムとかもいいですね。あとはこの技属性ピックアップガチャ、まあこれはちょっとスルーかな。あ、最初は30個で、夢玉30個で10連回すんですね。で、あとこれ来てますね。ミニドレ、ミニドリームフェス。まあね、これでね、島津が潜在とかついてくれるならやりたいかなって思ったんですけど、まあ島津も結構自分被ってるんで、まあ葵もね、もう強くなって、まあピエールももちろん持ってるんで、まあいいかな。これもスルーですね。三崎太郎ガチャは後でやりたいと思います。でこの J リーグセレクションがあと13枚なんですよ、メダル。それで好きなキャラと交換できるんで、これね、単発3回と10連1回やりたいと思います。本当はね20連やる予定だったんですけど、結局あのおみくじとかをやってるうちにあと13枚で好きなキャラ交換の40枚、J リーグメダル40枚に、到達するんで、13連やりたいと思います。で、あとはね、まあそれぐらいかな。とりあえず、この、もう一つガチャこれですね。ドリームステップアップガチャ。これもね、最後はやりたいなと思ってるんですけど、まあまだ期間あるんで、もう少ししたらやりたいと思います。で、とりあえず今日はこの毎日重量無礼、3周年記念前夜祭毎日無料10連ガチャ、これをやります。でとりあえずね、レヴィンエスパダスカモン、レヴィンエスパダス
カモン。これはあるんじゃない？ああ外した、これで。うわ外した、マジか。誰も来ない、今ので外したか。ではでは、行きますか。 J レグセレクション行きます。単発3回の10連よし、行くぞたけし。このシチュエーションいいよね、このシチュエーションいいよ。と飛ばします、誰も来ない。行くぜ。よし、で2回目。嘘、ないよね、まさか。ないね、はい。はい、2個目。で、これで3個目。はい、ないね。成長した僕の力を見せます。で、最後に10連だね。行くぜ。で最後に10連いきます。間違いないと思うんだよね、じゃあいきます。最後に10連。これでキャラが来ても被るし、もうとりあえず森崎とたけし持ってるんで、であとはね、あの松山を取るだけなんで、これで例えば松山来ちゃった場合はちょっと考えます。誰を取ろうかちょっと考えます。まあ、とりあえずね、もうこれで松山来なくても松山取れるんで、さあ行きます。10連サード1、2、3、4。これ来んじゃないの？微妙。お、来た。2個ぐらい来ちゃいな。2個か。これで松山来ちゃってもいいけど、さあどこにあんの？最後？お、ここで。さあ誰？俺のスネークが一度くらいついたら話さない。本世界持ってない。ああ、本世界持ってないか。そっか、持ってなかったわ。そうすると、ゴンザレス、アウミージャ、本世界、翼、ライカールト、グランディオス、そこら辺全部揃ったね。カタルーニャメンバーになってきちゃったね。これはいいんじゃない？いいね。新キャラゲットしつつ、これだ、いいね。はい、10。はい、オッケー。これで、交換所に行きます。で、この J リーグメダル。で、この選手。で、ここで好きなキャラを選びます。で、この松山を、はい、ゲット。いやー、これはね、今回運営はこれは結構かみってますね。この、ユーザーに優しいっていうのは。40連で好きなキャラを取れます。これはいいですよ。こっからね、これから先もね、こういうのを増やしてってくれれば、ユーザーにほんと優しくて、40連はまあそうかなっていう、そういうユーザーが増えてくると思うんで、これはかなりいいと思います。で、どうしようかな。ガチャチケットまだあるんですよね。この SSR があるんですよね。これちょっと引きたいなって、ちょっと引きたいんでやっちゃいましょう。さあ新キャラこれでも来るのか。さあどうだい。トラムとか、あれレビン。さあ誰、古いなそれ。ライトニングパスカットナッツじゃん。そういうの、それも潜在来てないねまだね。まあ、てな感じですね。まあ、無事、
J リーグセレクションの方では、森崎、武志、松山3人ゲットできました。あとはね、三崎有料ガチャの方をね、やって三崎をゲットしたいと思います。で、あとはね、ドリフェス、ジェンティーレが来るみたいなんで、まあそちらの方もね、まあ能力とか楽しみにしていきたいと思います。で、あとはそのなんていうの、ピックアップキャラっていうのは他に何が来るのかっていうのはね、ちょっとね楽しみにしたいと思います。まあジェットベースとか来たらまた ガチャやりたいなとか思っちゃうんで、まあドリフェスはどっちみち何十連かはやります。それは間違いないと思います、で、またね、その際は動画出していきたいと思います。で、今回もねご視聴いただきありがとうございます。で、自分の動画の高評価、あとチャンネル登録もお願いします。取られてたまるかってんだ。俺の実力で抜くんだ。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ、イーグルシュート。